前回の復習。ここに異なる2つの物体があります。これらの異なる物体をこすり合わせると、片方は正の電気、もう片方は負の電気を帯びます。このように電気を帯びることを帯電と言います。ところでこの帯電した物体の電気を正電気と言います。2つの金属球があります。片方はプラス10クーロン、もう片方はマイナス4クーロンの電気量を持っています。これらの電気量の合計はカッコプラス10プラスカッコマイナス4イコールプラス6です。つまり合計プラス6クーロンです。この2つの金属球をくっつけます。すると2つとも同じ電気量になります。ただし電気量の合計は前と変わりません。合計の電気量が変わらないことを電気量保存の法則と言います。ということは金属球1個が持つ電気量はカッコプラス6割る2イコールプラス3クーロンとなります。鉄や銅は電気を通しやすい物質です。このような物質を導体と言います。導体の内部では電子が自由に動き回ることができます。自由に動き回れる電子なので自由電子と言います。ガラスやゴムは電気を通しにくい物質です。このような物質を不導体と言います。不導体の内部では電子は原子核の周りしか動くことができません。導体があります。例えば正の電気に帯電した物体を近づけたとします。自由電子が左に移動し、左側は負の電気に帯電します。右側は電子が減るため正の電気に帯電します。帯電体に導体は引き寄せられます。この現象を静電誘導と言います。不導体があります。正の電気に帯電した物体を近づけます。不導体では電子は移動できません。よって原子または分子の中の電子と静電荷が偏るだけです。帯電体に不導体は少し引き寄せられます。この現象を誘電分極と言います。それでは今日の学習は終わりです。